Hi guys, what's up? I'm Takeharu. Please call me Taira. 梅雨明けてから本当に、暑いですね。まあ、あんまりそのね、まあ、外出るとき、まあ、運動するときはまあ必ずスポーツドリンク持って水分補給しながらやってるんですけども、熱中症には注意してくださいね、皆さん。はい。今日は、No.18。動詞の否定形ということでご紹介していきたいと思います。動詞の否定形、まあ、何々していない、しないということなんですが、動詞っていうのも、要するに、まあ、一般的にとこの動詞なので、この前まで言ってた B 動詞、というのとは違います。B 動詞はこの前、否定形、お話しましたね。B 動詞、is, am, are。これは、まあ、要するに、equal の役割ということで、主語、B 動詞、何々だったら、私は何々だとか、ということで、そこにイコールがついて、数も同じでなければいけないっていうところだったんですけども、もともと動詞っていうのが、まあもうここに書いてある品詞の中で、動きを表す品詞なんで、まあ非常に重要ではあるんですね、アクティビティってことで。で、主語と動詞がもう本当に文章の一番、シンプルな形ということで、習慣のお話をするときに説明したと思うんですけども、I learn, I run, I walk, I eat という感じで、全部、もうすぐこの二つが重要になってきますというところですね。run, walk, eat, walk。で、これがですね、まあ、要は、こういった動詞類をまとめてですね、do.まあ、別名は、日本語に直すと、するということなんですけども、例えば、I run every day。私は走る。私は毎日走るっていう文なんですけども、ここにですね、本来であれば、I run 動詞と主語の間に do っていうのが、入るんですよ。まあ、入るというか、I do run yesterday。でも、通じます。で、もともと多分一番古いというか、もともとはこういうことだったんでしょうけれども、まあ、どんどん、歴史の中でこう省かれていって、省略されていったっていうところがあって、まあ、現状としてはあるんだけども隠れてる。隠れなくても伝わる。省略していると。ただし、しっかりここに do が入るというところが本来の文法なんですね。で、するということなんで、私は走る。走ることをする。私は食べる。食べることをする。仕事をするという意味のするですね。ということになります。で、この否定形、要は、食べない、走らない、歩かない、仕事しない、働かない。というところで、表現するときに、この do の後に not をつけます。I do not run every day。で、日本語の場合だったら、基本的には、私は、働かない。私は食べないっていうことで、もうそのまま主語、動詞、否定っていう流れになりますよね。全部すべてが。英語の場合は、私は走る、ない。私はしない、走ることを。私はしない、食べることを。という順番になります。要するにここが逆になるわけですね。I do run yes every day が、do not not がここに入りますんで I do not run every day という形になります。これどういうケースでも同じですね。で、この do not というのが省略して don't I don't run every day
という形になります。で、まあこれものすごく重要で、まあこの、動詞、動きがものすごく重要で、その総括して、この run、run、walk、it、walk、もう全部、すべてが do と。で、これ、doing、している、っていう表現もありますよね。同じように総括して、動詞を総括して do、現在進行形で doing っていうのはありますけども、ここと同じようにその do の後に必ずこの仕事、隠れている do を出して、表に出して not をつける。それを省略して down。I down run every day っていう形になります。で、これ全部同じですね。もうここを全く一緒だ。この do が do not。表に出てきて do not。それが短縮されて don't。で、三人称の場合、彼、彼女という形になるときには、does, not, doesn't, doesn't, does, not, doesn't という感じになります。その違いだけですね。一人称と二人称のときは do。三人称のときは、does、という形になります。で、これをしっかり覚えておいてください。もうこのベースですね。B 動詞の場合はもう単純に is, am, am 後に not をつける isn't, am, 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 are, aren't, am というところですね。で、このまあ、not が B 動詞の後ろに来てたのが、普通の一般的な動詞の場合には前に来ると。で、隠れていたこの do にナットがつくというところですね。という形になります。はい。じゃあ今日はこの例文ですね。いきたいと思います。毎回例文はものすごくシンプルに、先生も説明されてますね。本当にシンプルで、つながったりするところ、もしくは省略するところが現れるシンプルな例文、短い例文を使って発音の練習もしつつ、しっかり本質を、理解して、長めのその前後のワードを入れ替えてもしっかり、使えるように、ご紹介されています。で、今回、紹介するのが、I have not TV in my house, in my house. まあ、要は直訳すると、私は、持っていない、テレビ in my house ですね。あ、いい。これじゃなかった。また。全然間違えた。ここじゃないですね。完全に順番間違えてましたね。ここですね。ハブ。で、隠れているのが、do not。危うく嘘をしてる、紹介するところですね。I do not have TV.in my house, in my house っていう感じなんですね。で、ここが、do not が、省略されて、don't. I don't have TV in my house. 私の家の中に、私はテレビを持っていません。テレビないです。まあ、テレビ見ないんだよね、っていう意味合いで、これも、直訳すると、私は持っていない、テレビを持っていない、家の中にテレビを持っていないっていうことですけども、意味的には、ほとんど俺テレビ見ないんだよね、っていう、ニュア
ンスで相手に伝わります。ですから、意味的には、I don't have じゃなかった。I don't watch TV.まあまあ、これがさっき、意味合いで言うとさっきよりも、ニュアンスは近いです。ニュアンスは近いというか、直訳した文章は近いですよね。私は見ないテレビを家で。テレビ全然、テレビないんだよね。っていう言い方もできます。まあ、これは、ここまでは全く同じですね。同じで、ここが変わっただけですね。ここが、動詞が変わっただけですね。動詞が変わって、同じ意味で、使えます。このケースはですね。同じですと。で、あと大事なところが発音ですね。これは、否定形ももちろんそうなんですけども、do, do not が、短縮されて don't になりますけども、最後の t っていうのを発音しません。というか発音というかもすごく弱くなるんで、よーく聞くと、聞こえるのかもしれませんけど、ほぼもう発音しないというふうに考えていただければいいと思います。ですから、I don't, don't, I don't have, I don't have TV じゃなくて、I don't have, I don't have. で、そのまま、I don't have TV.I don't have a TV. What? I don't have a TV. I don't have a TV. I don't have a TV. っていう形になります。まあ、A ちゃんもう少し言ってもいいのかな。まあ、どっちにしてもこの don't は T がなくなります。で、もうちょっと短縮すれば、I don't have, I don't have a TV in my house.I don't have a TV in my house っていう形になります。don't が、これ doesn't もそうですね。doesn't で to なくなります。she doesn't, she doesn't, she doesn't で、ここちょっと空きますね、少し。まあ、間が空くというか、省略したときには、まあ、日本語で言うとこの、とっているみたいな感じの小さい to が入る感覚ですね。I don't know. ここはもう本当に繋がってますけど、I don't have a TV. I don't have a TV in my house. I don't have a TV. I don't have a TV. とこう空いてるのがもっと縮まって、I don't have a TV になったってことですね。まあ、縮めただけだったら、I don't have a TV. I don't have a TV. T の間がちょっとだけ空くような感じ。まあでも、つなげて、I don't have a TV in my house. I don't have a TV in my house. I don't watch TV in my house. 同じ意味ですね。という形になります。はい、今日はこの、フレーズ、シンプルなフレーズと、この do, do not が don't. I don't have a TV in my house. でつながって聞こえるっていうところだけ、ご紹介させていただきました。今日どうもありがとうございました。はい、チャンネル登録、もしいいかなと思ったら、いいねボタンもよろしくお願いします。 See you next time!